しまったかなどうでしょう今のところは、まあ、ああ、来たかな ?CM になった。おはようございます。おはようございます。どうもあれ、まだね、ちょっと <laughs> チャットが見れてなくてよくわかってないんですけど、<laughs> えとどっかが。これを切っとかないと。よしよし、OK です。始まりました。今週も。 おはようございます。おはようございますいや今日は、ね、今日はブラジルの話をねちょっとしてみましたね。ああ、あの放送で。そうそうそう。ブラジルの俺ブラジル行ったことないからね。行ってみたいけど。もねこの間初めてだったんだけど、この間だったあ、そうなんだか。うん。暑かったね、やっぱりね。10月だけどあの。バークリーの友達でブラジルのやつがいて、 うん、そいつがサンパウロ出身なんだけど、はははいはい、はいちょうどサンパウロだって言ってたあ、そうなんだ、行ったことないから行きたいわって言ったら、治安が悪いから来るなって言われて、<laughs> <laughs> そうだね、あんまりよくない、ね、そ,そんなによくないんだ。人にもよく言われる。へえ<ー>。あのね、ホテルからちょっと出ただけでも注意されちゃうし、注意されてる携帯いじってたらね、マジでそうホテルの敷地内だったらいいんだけど、うん、うん もうホテルの目の前の道ででもウーバーとかさ、うん、タクシー呼ぶために携帯<ー>見てたらもうしょっちゅう注意される、うん、あそうなんだやめた方がいいよ危ないから結構だねそれ <laughs> そうだねバイクに乗っててもね、えー、ひったくりに会うからねバイクにえ乗ってて自分がバイクに乗ってたとしても他のバイク集団に追いはぎにあってしまうっていうやばい、ね、それ事故るじゃんそうなんですよなかなか危ないとこなんだよねええー、そうなんだ まだけどあでも、うん、ツアーとかでホテル内にいる分にはまあ大丈夫あ、そうだね、ホテル内は全然問題ない、ね、おおそうなんだ、うん、ブラジルなんかあのアングラの話してたから、うん、なんか懐かしくなっちゃって、うん、まあ俺もアングラって言っても最初の3枚ぐらいまでしか聞いてないんだけど、うんまあ、ぶっちゃけ俺もね割とそうなんだけど、うん、そに聞いてたからねあのそうあの3枚目でね結構音楽性変わって 違う感じになったんだよね。そうなんだよね。三枚目ってファイアワークスだっけそう、ファイアワークス。そうそうそう、あの辺からね、ちょっと変わってきて。そう、番いいよね。そうね、まあ、最初に聞いたのも俺セカンドだったし。あそうなんだ。そうそう。なんかね、ドラマー的にね、若干寂しいのはね、あの、ファーストアルバムのああのれクレジットを見ると、ドラマーがマルコ・アントネスっていうドラマーなの。うん。 で、セカンドアルバムがリカルド・コンフェスソーリーっていうドラマに変わってるのよ。よ、はいうん、なので、1枚目と2枚目でもいきなり変わってるんだけど、うん、1>, でも1枚目のクレジットをよく見ると、レコーディッドバイでなんかガンマ・レイのドラマとかが叩いてるの。おお、はい、はいはい。あと、今、ラプソディやってるドラマとか。ラプソディ懐かしいで <laughs> で、結局、そのメンバーとしてあのクレジットされてたマルコ・アントネスっていうのは、 ファーストアルバムで一回も叩いてないで、セカンドでもうドラム変わってるから、全くレコーディングしてないんで。えライブはさすがにやってるんでね。わかんないけど、多分初期の頃はやってたんじゃないのかな。えそれ結構悲しいね。そうそうそう、なんかね、ドラマ的に寂しいよね。そうだね。そう。でもセカンドアルバムで叩いてた人、すごい良かったよね。めちゃくちゃ良かったね。激ウマだね。すごかった。全員激ウマだからね、あそこね。そうね。 うん、ベースの人もうまくないとなんかやっていけないバンド、まあ、あの。で今日は、えー、とちょっとツアー話とかもね少ししてたから、うんあまあ、ツアー話というかブラジルの話したから、うん、ちょっとせっかくだから YouTube ライブで、ね、あの海外ツアーだったりとか、まあ、日本国内のツアーでもいいけどなんかそういう話もちょっとしてみようかなと、ね、どんな感じなのか、ね、ミュージシャンのツアーってどんな感じか、うん、<laughs> どんな感じか。 行ったことないとわかんないと思うんだよね。ああ、まあ確かにそうかもしれないねうん、うん。なんかイメージでは楽しそうとかさ、うん、大変そうとかどういうイメージあるかちょっとわかんないですけど。うん。うん。どうなんでしょうね。どうどうなんだろうどういうイメージがあるんだろう、ね、そもそも。<laughs> あそうだね。うん。なんか俺個人的にやっててまあいいなと思うのは、うん、こう仕事でいろんなとこに行けるっていうのが。うん、そうだね。うん。えでも行った先々で結構自由時間ってあった。 えーまあ、日によるからある時もあるしない時は全然ないしっていう感じで、うんうん、でまあ、そのあれだよね雅人がよくやるツアーとか飛行機とかが多いでしょ、うん、どっちかっていうとのもあるしあそうだねツアーってなると飛行機が多いかな、うん、俺結構ね、うん、日本の時もアメリカの時も車に乗って<ン>そうバンで行くっていう感じだったから、うん、そのあたりも結構ツアーの雰囲気が違うんじゃないかなっていう気はするかな そうだね、アメリカでは、ね、うんとバンとか大きめの車でみんなでツアーっていうのはやってないかな。日本とかあと中国でやったことはあるけど。そうなんかね、まあ、単純に移動距離が日本とアメリカで違うっていうのは一つある、ね、そうだね。うん、ちょっと車じゃ行けない距離ってあるよね。そうそう、日本列島なんかね、やっぱ本州1個が大体カリフォルニアと同じぐらいの大きさってよ,よく言われるんで。うんうんうん なんでこう州,州じゃねえやアメリカ大陸横断とかになってくると日本何州住んだよっていう感じの話になって住んでるボストンって、まあ、大体北海道みたいなもんじゃん。移動的にああそうだね。うん、でよく行くのが、まあ、今年はあんまり行ってないけど去年までは、うん、コロナの前までフロリダとか行ってたんだけど、うんうん、フロリダって大体多分沖縄ぐらいだと思うんだよね。ああかもね。 そうだからそれでボストンフロリダ間飛行機でだいたい3時間半とかぐ、うん、らいかけてそういうスケール感だよね。そうだね。うん、あと結構んうん。うん、なんかだから天候とかさ天候とか気候かもう、うん、結構ガラッと変わるというか。あそうだね、うん、飛行機乗って降りたら全然違う国っていう飛行機のこと多いよね。 あとねこれア、アメリカだからかどうか分かんないんだけど、昔ツアーであの、えー、とあれどこだったかな、なワシントン州のあたり、あのシアトルとかある、うん、アメリカの左上のところなんだけど、ねうん、あそこも結構寒くって、えー、でもその時はまだ春か秋で、えーあのね、街中はね、結構暑かったの。半袖で、足も靴履かずにサンダル履いてるぐらいの感じで、えーうん、あっちみたいな感じでいたんだけど、うん、車に乗って1時間ぐらいして山の方に行ったら、

行ったり来たりなっちゃうから、<laughs> ちょっとツアーの話にしとこうか <laughs> あ、はい。どうぞ。えっとね、フロリダ行ってた時ね、結構大変だったのは、うん、そのフロリダのギグの仕事って。えー、っとね、土曜日が多かったんだけど、土曜日の夜が。うんうん、その当時、結構日曜日の朝に、ボストンで、うん、えっと、チャーチギグっていうの。はい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 。 自分全然あの、無宗教なんですけど、うん、クリスチャン系とかのそういう教会とかでさ、演奏したりみたいな仕事もあったりするじゃん、うん、日曜日の朝あるね。で、それがボストンで朝の10時からスタートするんでね。うん、午前10時ね。うん、で、前の日フロリダにいて、ボストンの10時に間に合うように飛行機に乗るっていうね。ああ、なるほど。 そうだからフロリダを朝6時発の飛行機に乗ると、うん、まあ大体9時過ぎぐらいに、うん、なんとかボストンに着いてそこから車乗って、うん、チャージギグに行くみたいなさあーなるほどね,ねしんどかったねその途で,でも一,応一応できちゃうんでねそれがあ<ー>、うん、こんだけ広い国でもそうね,ね、まあ、ツアーあるとね、うん、その移動の時間をこう,うまく本番に間に合うように配分しないといけないからね、うん そううだね体力使うしあ確かにねう,んうちらもねツアーしてる時にあのまあ基本的に車で移動するんだけど大体、うん、いいその本番のなんか1時間前とか2時間前ぐらいに入って機材セットアップしてあの音の確認だけバーっともうあっという間にやっちゃってで本番に行くみたいな感じなんだけど。うん ギリギリ間に合わないかもしれないみたいな時が、えー、ちょくちょくあったりしてそうしたりするともうなんか、ね、車の中で衣装着替えて <laughs>、えーなね、到着したらもう車から衣装のまんま機て運び出して本番スタートみたいな<笑><笑>、えー、すごいなそういうこともちょくちょくありました <laughs>、えー、まあそうだよねそういう移動で時間かかっちゃったりとかトラブルとかあるとねそういうことも出てきちゃうしねツアーはその辺が結構心配ではあるよね 確かに、あチャーチギグは日本人の感覚からすると新鮮っていうコメントがあ,るあ,あそうかもしれないですね。日本では。あんまりないよね。割と近年、なんかこう、ゴスペルとか趣味でやってる人っているらしいけど、ねあ。ああ、うん、そうかそうか、そういうのはあるね。でも多分ね、日本でゴスペルとかやってるのと、あとこっちで、現地で、あの、ガチのゴスペルってね、うん、結構違うんですよ。おその レベル云んの話じゃなくて、うん、その音楽性が。<ー>なん,かうんと日本でゴスペルって言うと割とさ、こう、天使にラブソングを的なさ、うん、割と聞きやすいっていうか、わ、うん、かりやすい音楽が多いと思うんだけど、うん、ガチのゴスペルってなんかこう、フュージョンみたいな感じなんでね、ほとんど。ものすごいテクニカルなさ。<ー>ゴスペルチョップとかってあるじゃん。ドラマーで夢だと思名な。あ,ねうん、ああいうも,うものすごいバカテクの人たちがやるような音楽。うん うん、だったりするかなそういう違いい違まあ日本でオステルほとんどやったことないからちょっと間違ってたら申し訳ないですけど確かに何かあれだよねあそこにそういうところに集うミュージシャンがさそのテクニック思考というか、うん、なんかいろいろやりたがるこう若者が多いイメージはあるかなやりすぎちゃう感じそうそう,そう <laughs> まあやりすぎではないんだけど俺もね一緒にやった時その時若者じゃなくて、うん、結構黒人のおばちゃんだったんだけど。 おばちゃんがピアノで、うん、で、俺がドラムで2人だけでやるみたいなのが昔あって、えー、でもなんかね、何かとね、やたらとシンコペーションしたがるの。<laughs> で、その人が弾き始めてシンコペーションをかましまくると、どこが頭なのか分かんないんだよ、ね、そこどこがワンって聞いて、うん、あそこがワンあじゃあこれ全部シンコペしてんだみたいな,な <laughs> そんなに <laughs> そうそうそう。スリップビート状態なんだ。<laughs> そ,うそ,うそ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 う。すごいな。 そう結構ね癖のあるミュージシャンが多い気がする。<laughs> うん。ええー <laughs>。確かにね。あの聞いて普段から聴いてる音楽も違うじゃん、やっぱり。チャーチ系のミュージシャンと我々日本人っていうと。うんうん、だからその辺からしてその、なんか素養というか、もう根っこが違ったりするよね。確かになんかねそ、あれだよね、本当にそういうのを、チャーチ系をよくやってる人は、もうその人たちの中のスタンダードみたいな。 のがあるらしいよね。あそうそう。だけどからなんか募集する時でもなんかそういう曲をすでに知ってる人限定みたいな。そういう募集があったりする。うん、まあどのジャンルでもねなんか例えばロックがうまいからってジャズが弾けるわけでもないしさジャズが弾けるからゴスペルが弾けるわけでもないしうん、うんね、それぞれのジャンルで結構もうそこに特化してやらないとなかなか。 できるももんじゃないよね2つも3つも、まあ、まあ確かにね。ねそのなんとなく真似事ではさできるけどさ、うん、その本格的に、うん、その極めようと思うとやっぱりそんなにいくつもできるもんじゃないんじゃないかなっていう気はするよね。まあ、特にね、あのー、ゴスペルチョップ的なバカテクみたいなのもそうそうそう <laughs> そう簡単にはできないよね <laughs>。あの人たち生まれた時からもうあそこでチャーチとかでやってるわけだからさ毎週毎週。うん、ね。そうね <Five> <West> だからって、の方が他のジャンルより優れてるとかって意味じゃなくてね、それぞれ違ってるだけで、うん、そうね。で、結構なんかね、時代によっても変化するだろうしね、うん、昔のチャーチでやってたのと今のチャーチでやってるのと違うのかもね。うんうん。多分昔はね、あんなプテクテテクテテクテみたいな演奏はしないと思うね。そうだよね。<laughs> 今まさにそういう感じだもんね、トランスは。そう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 。<laughs> もう壊れてしょうがないっていうね。<laughs> もう半分冗談みたい、ね、本当なんかねよくほんとねあのバークリーにいた時も生徒でいるんですよやっぱゴスペルチョップ大好きでバークリーには多いよねバー<う>ゴスペルチョップでドラムの練習室っていうのがあってこうちっちゃいドラムセットが1個だけ置けるぐらいの部屋が10個とか20個とかバーっとこう廊下に並んでてその中で練習したりするんだけどゴスペルチョップ系のドラマーはなんかあの、うん、つるんでこうドラムが2台入る部屋があってそこに 5人とか6人入ってギューギュー詰めなんだけど全員ドラマーで変わるンコに叩きまくるのそういうのやった後にその部屋入るとシンバルは割れてるしヘッドも破けてるしみたいなひどいのになるとねリムって言ってねドラムのこういうドラムがあるとさここ金属じゃないですか金属の輪っかがついてるんだけどこの輪っかがひしゃげてベコンってこう。 ここから V 字にこう凹んでる時とかな。なかなかだってやろうと思ってもできることないよね。<laughs> そうそうそう。どんだけ強く叩いてんだろうね。ものすごいパワーなんだろうね。う <laughs> きっと。すごいわ。そのパワーであのスピードだからもう勝てる気がしない、ね。<laughs> ちょっと違う生き物って感じだよね。そうそうそう。ほんとモンスターって感じだよね。うん、ねすごい、本当に。マジであれはすごい。うんうん、簡単には。えっと、チャーチング、ゴスペルじゃないの見たことがあります。うーん ゴスペルはゴスペルで一つのジャンルってことですか多分そうな気がします。ああ、そうとも言えるかもしれないですね。ゴスペルとデスメタル、うん、ちょっと特殊だよね。うん。結構 <laughs> して死んじゃうんだけど。あと、今日さっき放送の中でさ、あまり広げる話でもないかもしれないんだけど、ちょっとキャッチフレーズ、キャッチコピー、ニックネームみたいな。ああ、なんか言ってた、ね。そういう話ちょっと言ってたんだけど、うん、なんかいい案ありますかね あ、我々にってことそう、我々にあ<ー>、ね、あ、そうか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 。いいや、まあ、急な話じゃないんで、別に今すぐっていうことでも全然ないんですけど、うん、ちょっと思いつきでね。昆布茶とかね。昆布茶か。わ <laughs> <laughs> かりづらいね、なかなかね。わ <laughs> かる人には。<laughs> ね。昆布茶って言ったら、だって普通の日本の昆布茶は思,いだ思っちゃうもんね。まあ日本人だったらね。ね、そうだよね。いやなんかね、そのブラジルの秘宝なりね。 ああいうのってでも誰が考えるんだろうねあれはどっちなんだろうブラジルサイドが <laughs> 日本のレコード会社なのかちょっと分かんないね。でも多分そのさ言ってる雰囲気をなんとなく訳すことはできるけど、うん、そのなんか本当の細かいニュアンスまではさ、うん、多分伝わらないと思うんだよね。うんうん、ね言語を訳しても。って考えるとやっぱ日本側とか、ね、その。うん うん、元のオリジナルじゃない側が、まあ、日本以外でもひょっとしたらね、うん、ドイツバージョンとかあスペインバージョンとかそういうキャッチフレーズがあるのかもしれないけどそれぞれのプロモーターみたいなのが作ってんじゃないのかね、まあ、ちなみに今日はですねあの今日もまた一曲後で空耳紹介しようと思ってるんですけど<ー>今日の空耳はその今日放送でねアングラの曲いっぱい流したからアングラじゃないんだけど同じようなパワーメタル系の 曲を紹介しようと思ってますんでパワーメタル系、うん、パワーメタル系とかさ聞く人、うん、その今見てくださってる人たちどれくらいいるんだろう <laughs> みんなそに、ね、アングラとか行ってバンドだってわかるのかっていういい、ね、<laughs> <laughs> そもそも確かにそうだねなんかアン,アングラっていうとそのアンダーグラウンドの略かなとかさああそうかもねそう思う場合もあるかなと思う、うん 我々にとってはね<通>結構有名なバンドのつもりなんだけどね。<laughs> つもりだそう大好きなバンドだったからさ高校生の頃。そうそう一般的にはまあ全く無名かもしれないね。じゃないのかなきっと。あでもね俺そのさっき言ったドラムの練習室でバークリーにいた時に あのアングラのセカンドの1曲目の「n o t h i n g t o s a y っていう曲があってその「ドゥッピドゥク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 ドゥッ」をずっとあバスドラムでユニゾンするんだけど、うん、そのフレーズをちょっと遊びで叩いてたら、うん、あの練習室の受付があるのよ、うん、あの何時から何時まで俺使いたいですみたいなこう申請しに行く場所う、うんうん、そこの担当してたやつがブラジル人でそいつがこう練習室のところに来て練習室のこう扉ってガラスになってる中が見えるのね。うんうん そしたら、ダン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 っていて、アングラアングラって言って、ドラムだけで分かるのか。さすがだねすごいな、こいつ。その人もドラマーだったの、やっぱり。そいつはギタリストだった。あ、ギタリストなんだ。まあでもやっぱりブラジルのミュージシャンだったらみんな知ってるよね、アングラね。多分ね、知ってるんじゃないかな、相当有名なんじゃないのかな、向こうでは。向こうではやっぱり普通に有名らしいけどね。そうなんだやっぱり人に聞いたら。ああ。 でも、例えばバークリーの練習室でさ、なんだろう、例えば日本のバンドね、なんかスピッツかなんかのドラムとかギターのフレーズ聞こえたらやっぱりびっくりするもんね。あまあ確かにね。うん、ただまあそのアングラのあの曲はそのフレーズが個性的というか、うん、あんま普通じゃない感じだから、うん、そうだね。だからそれだけでその曲が断定できる感じだよね。うん、う,んうんうん。まあ他の楽器はまあギターとかでメロディ弾いてたらね、うん、確かに違う、大体の曲はわかると思うけど、 うんえー、あでもねその、去年のブラジルツアーから帰ってきた直後ぐらいにボストンでライブやってた時ときに演奏してるところの店員さん、バーテンさんがなんかたまたまアングラの T シャツ着てたなんてこともあったから、うんあまあ、ちょいちょいはいるんだよね、好きなことあまあでもおそらく日本のテレビとかで見かけることはまずないよね。まあそううないだろうねあのテレビ神奈川以外では TVK <laughs> TVK TV テレビ神奈川っていうのがあって昔ね、うん、よくそういうのの公開放送言ってたよねあったねそれ系の番組がすごいいい番組があって高校生の頃ね、うん、今も続いてるらしいけど番組名変わってそうそうそうああいうローカル番組だとね結構流れる機会はあるかもしれないけどかもしれないねなかなか確かにね俺昔ね高校生ぐらいの時、うん、アングラが好きで あのブートレッグの VHS を買ったことがあって、うん、おそれはねブラジルのなんかあのお昼の生番組みたいなやつ、うん、笑っていとも的な的なやつにブラジルの、うん、そうアングラが出演して、うん、なんか一曲演奏するんだけど、うん、もう完全にねあのなんていうの当てぶり、えー、あもう,そうなん丸分かりの当てぶりでまずね、うん、ドラムがいないの。 そこにそうひどいねそれはそうでベースとギターが楽器を交換しててギタリストがベース弾いててベーシストがギター弾いてるあもう完全に遊んでるんだそうでギター二人いるんだけど片方はねアコギ弾いてるんだメタルの曲なのに完全にトゥ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 ってトゥ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 トなトゥ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  わかんないけどいやい、いい国やなぁ <laughs> ね、いいね。そういう冗談が通じるんだ。そう,そうそうそう、そうん、すごい。でもなんか当てぶりしたくないっていうこだわりのあるミュージシャンとか、昔は結構多かったと思うけど、うん、まあさすがに最近はないよね、そういうのはね。どうなんだろうね、まあ俺とかも別にそんなにこだわり全然ないから、うん、なんでもむしろ楽じゃん、ってむしろ楽じゃん。 ほらさすがにテレビとかさそういうのになるとねしょうがないだもんまあまあ確かにねえこだわりでね生じゃなきゃ演奏したくないなんて言ってる場合でもないからささすがにコンサートとかだったらさなんかこう当てぶりだとちょっと申し訳ないなってこう見に来てる人ねまあさすがにコンサートはねにやらないけどね当てりってそうそうないあでもそう前ちょっとびっくりしたのがえっとね俺全然使ってないんだけどニコニコ動画の アカウントもあってさ、前ニコ動に<あ>そ,<う>そ BGO のビデオゲームオーケストラの動画上げた時に <laughs> <う>これも当てぶりなんですかみたいな何だったかなんかそういうコメントが来たことがあって、えー、一度も当てぶりしたことないんだけど、うん、なんか当てぶりだと思わ,れてた思われてるらしいんだよね。<ー> ミュージシャンだとなんとなくこう見てこれ当てぶりじゃねえ、うん、ってなんとなくこう動きと音で分かるけど、うん、まあ100%分かるよね、うん、ミュージシャンじゃないとその辺ねあまり区別が難しいのかもしれないけどすごい確信があったっぽいんだけどねその人分かんない誰がコメントしたのか全然分かんないんだけど、えー、これもって言ってたから他のも当てぶりっていう前提で言ってたんだけどね、うん へーあそんなふうに思う人いるんだと思って結構びっくりしたな、ね。なるほどね。うん、ニコニコはね、わ、まあうん、かんない。なんかいろいろ面白いのが、ひょっとしてその昔のアカウントになんか面白い動画が残ってたりしないのそんなないかも。実はなんか、あんまり本当に使ってなくて。生主だったとか。<laughs> あ、全然それはない。<laughs> ないんだ。<laughs> ないない,ない。そ,なだったそれは 発掘したらなんかか出てくるのかな <laughs> あんまりそういう楽しい感じにはならないし <laughs> そうなんだ。うん。まあでも当てぶりだとね思ってくれたっていうのはある意味ちょっと嬉しいというか、うん、その演奏者としてはねああなるほどねあの当てぶりって言われたらもしかしたら侵害に思う人もいるかもしれないけど、うん、当てぶりって思われたってことはさこう。 め,めちゃくちゃちゃんときっちり演奏してあったってことじゃん。ああまあ確かにそうう。れでレコーディングを聞いてるみたいなクオリティで演奏してたって思ってくれたのかなって、そうちょっとポジティブに解釈してるんだけど,、うん、ど。そうね。受け取り方はね、やっぱポジティブな方が <laughs>、ね。だってミストーンとか出したら当てぶりと思わないでしょ <laughs>。ああまあね。ね。かなーって勝手にちょっと思ってんだけどね。確かに確かにうん。誰がコメントしてくれたんだろう。誰がコメントしたかっていうのは。 あブラジルでアングラっつったら日本でビーズくらいの位置づけかもしれませんねまあそうでしょうねおそらくだってそ,うかそ,そんなに人気なんかだってブラジルって人口どれくらいいるんだっけ日本よりいるよね分かんないうん多分いると思うんだけどでかつあのアングラって海外でもね普通にそのジャンルの中では活躍してるからか、うん、多分ビーズより ここんなこと言ったらビーズのファンの方に怒られちゃうかもしれないけど <laughs> その何人が知ってるかっていうだけで言ったらね単純にああ<ー>、うん、もしかしたらビーズよりは規模が大きいのかもしれないですよねうんまあ時代も違うからね、まあ、まあそうねそう単純には比べられないけど、うん、まあでもねブラジルのバンドうちらがこんだけ知ってるぐらいだからまあそう、ね、うんそれなりにやっぱ知名度はあるのかもしれないうん。 日本でビーズって言ったらもうものすごい知名度だからね。ほぼ知らない人はいないレベルだから、ねない。ちなみにその、うん、えとパワーメタル系のバンドって何のバンド空耳のバンドは空耳いっちゃいますかじゃい <laughs> っちゃいますかじゃ今日も。えっ、ー、とですね、これインペリティっていう, <laughs> どう懐かしい <laughs> クリス・インペリティっていうギタリストがいてこの人はねあの 90年代なのかなあの世界一の早引きの人っていうことで言われたよね、うん、ね当時ね、うん。言われてたね、まあ。本当かどうかは、まあ、それぞれね、うん、思うところあるかもしれませんが。んまあ、そのクリス・インペリテリっていう人が中心になってやってる、インペリテリっていうバンドあこれも、この間話したあのパターンだね。<ん>ヴァン・ヘーレンとかさ<ー>ジョビ、インペリテリ。確かに。でも、インペリテリって結構メンバー変わってんじゃないのかなまあね、うん、彼のソロプロジェクトみたいなもんだからね。うん ディオみたいな感じで、ね、もあ、まあそうだね。あれ、うん、じゃないよね。ほぼね。<laughs> そう、その、えー、とクリス・インペリテリのえっ、ー、とアンサートゥ・ h e m a s っていうミニアルバムだったかな<ー>があるんだけど、それのタイトルトラックのアンサートゥーザーマスターっていう曲ね。うん、そう、これ文字打っちゃおうから。<ー>あ、間違えた。これ、えーちっなん。ズームのチャットに打たれてますけど <laughs> すみません。間違えました。アンサー・トゥ・ to the ね。<laughs> インペリテリーね、あの、うん、1>, 1個アルバムでミスタービッグのドラムだったパッドトーピーが参加してるのがある、ねうん、あ参加してるそう。えっ、ー、とね、グラハム・ボネットがボーカルのね。あ相当前のやつじゃん。<う>スタンディンラインじゃないあ、それ,それ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 。よくわかった、ね。緑色のジャケットね。そう、緑のあれ。よく知ってるね。そう、あれパッドがね、ドラムで。へえそうだったんだ。そう、それが理由で買ったんですよ。おぉ、好きだったもんね。そう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 。 でちなみにこのアンサートゥザマスターで聞こえる空耳っていうのが、うん、これもじゃあ今ちょっと、えー、チャットで打ちます。あ、これです。あんたちょっと待った。あ、そのままアンサートゥマタイトルが空耳に聞こえるってこと、ね、そうそうこれサビがもうそのまんまあんたちょっと待ったに聞こえるっていうね、<ー>そういう空耳です。わかりやすい。じゃ早速行ってみましょうか。はい。聞いてみてください。お願いします。えっと、サビのちょっと前の B メロの途中ぐらいから流すんで、い,いきます。 なんか音が。あ聞こえた。どうでしょう聞こえた <laughs> あれ途中で音がね、ちっちゃくなって、うん、あれ俺だけなのかななんかどこがサビなのかよく分かんなかった。<laughs> <laughs> 俺だけか,かもう一回いきます。 あ、聞こえた、聞こえた。聞こえたなんかそのサビのメインボーカルの人があんたちょっと待ったって言った後にこうなんかこうかけのね。追っかけが来る感じっていうネタでした。なるほど。聞こえますかね、これ。これ結構聞こえるね。あ、聞こえたこれ映像つけたらいいんじゃないのあんたちょっと待った。これも結構ありですね。どうぞ、先週のと比べて。俺も個人的には先週より今週の方が良かったかなって。今週の方がいいそっか、じゃあが。こういう路線か。しましたが。 あそうですか。これ実はね、俺多分高校生の頃に見つけたような気がするんだよね。あまあアルバム自体かなり昔のアルバムだもんね。そうそうそう、昔の曲から、うんうん。映像つけてほしいっていうチャットでコメントしてくれてる方いますね。これも字幕欲しいですね。そうなんですよね。字幕あるとより聞こえやすくなります、ね、そうよね、うん。まあでも割と結構高評価いただいてるってとか、ね、ちょっと分かんないですけど。<laughs> まあね、全然聞こえねえよってわざわざコメントしてくる人もあんまりいないかもしれない、ね。<laughs> そんな厳しい人も <laughs>。そ,そうそう、本当にみんな優しいから、そうね、ちゃんと参加してくれてる方たちは。でもね、これなんか映像がなんかついて、なんか面白い雰囲気になったら、うん、結構ね、なんかもらえるかもしれない。おなんかね本家ののクラブの アあわ、まあ、始まったらしいもんね、またリスタートして。なんかね、来週かな来週からスタート。あ,あ、来週か。でもね、あの、なんか、あれらしいよ。最初は、あの、傑作戦みたいな感じで、前の有名なやつとかも流すらしいから、<ー>ひょっとしたら、あの、うん、6回が来るかもしれない。来るかな来た,ら来たらいいね。ねえ <laughs>、ね、2回だけな復活なんだ。 うん、なんかそのあとはないんだ。じゃなくてあ二回だけの復活なのね。へぇ、そっか。そうなんだ。そっか。そこでね、流れたら、なんかね、うん、熱いよね。<laughs> その2回で、過去のその総集編みたいなことだけをやるの。それとも、そこに合わせて新作あどうなんだろうちょっとわかんないけど。うん 10月30、11月6日の放送だそうです。お<ー>流れたら暑いですよねあ。新作もやるそうですよ。過去の名作と新作を、ええー、いや、本当ここのチャットでね、いろんなことを教えてもらえるとありがたい。ちょいちょいいろいろ。ガンガン追加して、ね、補助してくれるから。うん、<laughs> そう、今までの YouTube ライブも、あのうん、いろんなさこう、トピックをそれぞれこう切り分けて、 の YouTube のビデオにしてアップしてるんだけど、うんうん、その中でもね、こういろいろこう、なんていうの、補助してもらったこうリスナーさんのチャットね、ガンガン取り入れて動画にしてるんで、<ー>ぜ,ひぜひね <laughs> あの、すでにこの YouTube ライブを見た方も、毎週見てくれてる方も、ちょっとそういうあの切り取り動画もまたチェックしてもらえると。結構上げてるがね。 げ、うん、げてる上げてるる。いきなり自分のチャットがばって出てくる可能性があるんでお<ー>楽しみにして,てください。<laughs> うん、そうか、でもそれなそのちなみに2週間だけだったらひ、うん、ょっとしたらその,その後コーナーがまた定番化するかどうかはこの我々の YouTube ライブにかかっているのかもしれない。えっ、そういうこと <laughs> この YouTube ライブにかかってるの <laughs> ひょっとしたらここでいろんいいのがどんどん出れば、あそっか、本家がに貢献できるかもしれない、ね。そう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 。そっかそっか。存続可能になるっていう。そうだよね。じゃあやっぱりここでなんかクオリティの高いの出さないと。そうそう。でもなんかあれね、自分で映像撮った方がいいっぽいよね、最近は。あ、そうなのなんか応募ここやって、うん あ、そうなの多分多分取らなくてもいいんだけど、自分で取ったのでも OK みたいになってるんだと、うん。へぇ、すごいね。そう。なんか応募フォームを見たら、2ギガ以内のやつで、うん、でこうファイル形式がこれこれでって書いてあったから、うん。あ、そうなったんだ。前に見たときはあの、ウェブで応募できるけど、自分で動画送るっていうシステムではなかった気がするな。最近じゃあそうなったんだ。多分最近変わったんじゃないのかな。うん、人もあってかな。 もしかしたら。それで完成度高い。なかなか大変だ。自分たちで空耳の動画作る計画もあったじゃん。そう、あったね。実現するかわかんないけど。確かに。それが実際使えるかもしれないと。そう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 。場合によっては。そっか、ちょっと夢は広がるねですね。何を目指してるんだって話だけど。 えーとさっ、えー、とね、この YouTube 動画用の,あの告知でチラッと書いちゃったんだけど、うん、ちょっと時間ないからあんまり話せないかもしれないけど、そう、あの先週、虎の話したじゃないですか、ト<ラ>この YouTube。ああ<ー>、虎ね。はいはいはい。ね、箱番の話してる中で、虎、うん、っていう言葉、一般的に通じるのかなとかさ、うん、業界を語みたいな。その虎の話してたんだけど、昨日だったかあ昨日か。見まして。 やったんですよおトラ誘われてさ、急きな何かその時はね、えっ、ー、とね、えっ、ー、とその時、朝まで、違うな、朝まで、昼までだ、夜通し昼までちょっと録音してて、うん、ずっと録音してて、一睡もしてないで、昼ぐらいになって、うん、よし、録音終わったから寝ようと思って、で、録音中はずっと俺携帯の電源切ってたから、うん、よし、じゃあ寝るから、携帯の電源入れるかなって、携帯の電源入れたら、 その今日演奏できないみたいな連絡がちょうど来ててさ今から寝ようと思ってる時にね徹夜明けに<う> 1> 昼1時過ぎぐらいだったかなで今日かよしやろうと思って<う>それで1時間ぐらい仮眠して1時間半ぐらいかな仮眠してリビ、まあ、やってきたんだけどそれね何かっていうとうえっとねアンバー・アイズっていうバンドでここ アンバーアアイズアメリカでさオーディション番組って結構いっぱいあるじゃん<ー>アメリカンアイドルとか X うん、うん、ファクターとか3つぐらい結構大手のあると思うんだけど、うん、そういうのにもに、えー、とその中の2つぐらい出てたのかな、えー、のシンガーがいて、まあ、友達なんだけど、うん、彼女のバンドがアンバーアイズっていうので、うん、でなんかそれのギタリストの人がちょっと急遽できないから、うん、<laughs> あのできないあの今日空いてないって連絡来て。 で急遽ねやることになったんですよ、ねえー、久々に今年ね虎なんてやることないかなと思ってたんだけどあそうだ、ね、コロナでさあんまりね、うん、仕事自体はそんなないからさうん、うん、そうだから先週話してて、ね、昨日の今日じゃないけど先週の今週でそれはどういうギグなのなそれはねプライベートパーティーとかじゃなくてと、ね、あそれがねちょっと変わってて、うん、プライベートパーティーではないんだけど。 してるえっと野外でやるイベントだったんでねアーートスクールが主催してる野外そうだから屋内だとやっぱりさすがに人数集めてできないんだけど、うん、屋外ででもどれくらいだったんだろうな人数もそんなにやっぱりちょっと限られちゃうから50人かそれぐらいだった100人はいないぐらいのそういう規模だったと思うんだけど、うんうん、そういうので野外でやれたね。 そういうイベントはもう開いていい感じなんだ。多分人数の上限があるんだと思う。あ<ー>、うん、あ。だから50人とかなのかな。ちょっとルール詳しく分かんないけど。うん、うん。なんかそういうのがねき、えー、昨日ありましたね、そういえば。おお、いいね、な,なんかそのアメリカはいまだに集会ができないイメージがあったけど、うんね、意外とそうでもなく。ね うんえー、っと50人ぐらいは多分できるんだとは思う、うん、ただそれ以上はダメなのかな多分マサチューセッツは多、まあ、屋内ではできないしねやっぱりそうだね前はマサチューセッツはアメリカで5番目とか6番目ぐらいに悪い状況だったけど4月5月ぐらいの時は。うん 最近はねだいぶ良くなってきたと思うから<ー>良くなってきたっていうか他の州が悪くなってきたっていうのは確かにかもしれないけどあ,、ねうんうん、あそうそう州によっては難しそうですよねいやほんとそうなんですよね、うん、マサチューセッツのすぐ北にある、えー、とニューハンプシャーなんかは全然ね少ないらしいし、うん、少ないって言ってもまあ、えー、昨日その友達と話した時にニューハンプシャー少ないらしい今んところまだ何千人かしかいないからねみたいな感じだったけどね あまあ少ないって言ってもなやっぱり日本だとさ何々市で1人2人出ましたっていうので結構ニュースになっちゃうじゃんあ<ー>最近はそうでもないのかなどうなんだろうどうだろうねなんか昔ほど昔っていうかまあ数か月前ほどそんなね新しい新規感染者の話はしなくなってきてあそういうい感じなんだ、まあ、多少出た時になんか100人超えが2日間続いたとか、うん、東京で。 そういうニュースは、まあ、ちらっと Yahoo、ね、トップとかに出たりするぐらい、前ほど見なくなったから、まあ、あの、世論的にも、新規感染者の数だけ見てもしょうがねえじゃんみたいな、まあね、うん、意見がちょっと出ているから、うんうん、なるほどね、うん。そういう感じなのかなって思いますけどね。そっかそっか。いや、ちょっと真面目な話になってしまう、まあ、<laughs> 急にね。あまあ、きもそろそろね、結構いい時間になってきたんで。うん あそうだねちょっと最後、チャットザーって読ませていただいて。その後、分かりますね。流れたら熱いですね。そうなんですよね。流してもらいたいですね。ぜひ。<laughs> あ、ねんねさん、自分のコメントが動画にドーンと映って驚きました。<laughs> ね、すみません、驚かしてしまって。 あ自作動画版も何度か放送されてますよ。すでああにもう放送されてるんですね。そうなんだ。えぇ、ー。じゃあこれや,やるしかないね、うん。ね、撮らないとね。<laughs> じゃちょっと、うんあ。やっぱり地方でクラスターが発生するとニュースになるくらいですからね。うんうん、あ、地方、ニュースになるくらいですかね。あそ,うそういう感じってことか。うん、なるほどね。まあちょっと今週はね、あの、うん チラッとそのキャッチフレーズ的な話したんですけど来、来週ね、もしかしたらもうちょっとこれ掘り下げてみようかなああ、ラジオの方でってことラジオにするか、YouTube ライブにするか、ち,ね、るかちょっとどうしようかなと思ってるんだけど、なんか面白い、そういうキャッチコピー持ってる人たくさんいるからさ、まあ、<ー>ミュージシャンに限らずだけど、うん、ちょっとね、そういうのを特集してみたいなって気もしてるんだよね。いいじゃないですか。うん ね、<laughs> ちょっとなんかそういうアイディアがあったらねぜひぜひメッセージででも送っていただくか我々のキャッチコピーはつかないけど <laughs> まあまあそこはいいんだけどね <laughs> なんかこういう面白い人いますよ的なねちょっとネタを影響していただけると助かります <laughs> そうねそうですね、うん、音,もう音速の気候子音速アイルトンセナねあっやっぱそうですよね これ有名ですよね。うん、1> F. 1関係はね、やっぱその古舘伊知一郎さんがやってたから。たくさんありそうだよね。ああ、なるほどね。なん。だっけ。中島聡さんの本田。本田の中島聡さんの刻み納豆双法とかっていうのあった、ねあ。そうなんだ。俺それね、知らないんだよね。<laughs> それが。それがどういう双法なのか、全くこう。 想像できないっていうのがちょっとね面白いなと思って確かにね, <laughs> ねいやブラジルの秘宝もそうじゃん何にも表してないっていうさまあなんか具体的なことなそす,ごすごそうっていう雰囲気、ね、そうそうそう,そ,うそれが面白いなって勝手に思ってる、ね、<laughs> そういうのが好きっていう <laughs> なるほどまあそういうのを集めて、うん、そうそうそうテーマにするという,とう感じですかね今週のところはそうですな うん、では今日もあの集まっていただいてありがとうございます。なんか分からないことあるとすぐ、ね、リスナーさんに聞いて教えてもらって助けてもらってる助けていただくまた来週。という感じで、はいえー、では今日も一日、い、今日も良い一日を、そして良い週末をお過ごしください。お相手は伊藤雅人と田中亮でした。 どうもありがとうございます <laughs>、ね。<laughs> ではまた。<laughs>